スターダストに行くんだったか、あれ。あ、畑以外にもった。極み出そうかと思ったんだけど、まだないか。この街灯の柱で極み出せんか。出せんな。雑魚戦があっさりしてるのいいよな。どうですか、飲んでいきましょう。あー、カーテン閉めようかな。ちょっと画面が見づらいな。あ、閉まった。おい、おめえ何してんだ。この戦い忘れてた。寸前まで。オーナーのカズキに用があるんだ。なんた、どこの組のやつだ。あ、島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺はカズキを探してるだけだ。どの組の人間でもない。ざけんなよ俺。一目見れ。こう見るとちょっとキリュウちゃんも芝居じみてたな。何企んであがる。カズキさんに何しよってんだ。おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。やめんなよこれ。奴だっていや何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくともカズキさんはそうやってのし上がったんだ。てめえらヤクザにカズキさんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。ちょっと芝居じみてる な。うるさえ。俺はこの店命がけで守るんだ。やってやるぜ。あ、まだこの時名前出てないんか。思わず名前言いそうになるけど、言ってもいいと思うけどな。ちょっと強いんだよな。あ、間違えたか。ダブル押しみたいになってもた。やっぱりなんか覚えんとダメなんだったっけ。今出せんかったな。ユウヤ、何やってんだお前。すいません、カズキさん、このヤクザが。道島のキリュウさんですか。ええ、失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。ヤクザじゃねえって言っといて、堂島の桐生さんですか。ああってな。まあいいけど。すいませんでした。俺、てっきり。いや、俺のミスだ。本当に、なんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやっさんとはどんな関係なんだ。ええ。ゆうや、外してくれるか。はい。風間さんには、
この店開いた時から世話になってます。みかじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。まあ、そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。ゆうやの言うお世話にはなってないかもしらんけど、この店を使わせてほしいって。ヤクザの世話にはなってるよな。国の方には秘密ということで。そうだったのか。それでおやさんは？先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何があったのか。ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。何？昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき。何が起きてるんだ？わかりません。ですが堂島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ？それは。おら、オーナー出さんかい。体力どうなってんだい。ヒートゲージ使ってからにするかな。体力、まあもうちょっと大丈夫だろう。すみません、桐生さん。これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいよ、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。向こうが言うまではまあ難しいけど。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。まいったな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。ゆうや。クソやと？おいこらガキ、今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ。クソ以下だ。なめんなクソガキ。ゆうや。なんやお前は。和樹、ゆうやってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、偽ごとぶっ潰せ。キリュウちゃん、出所してから何戦目かわからんけど、仮出所の身なんだよな。ぜひ高橋以外を。あ、いきなり使ってもうた。このゆうやたちとの連携で使いたかったんだけど。連携出せんかな。これ高橋かな。ちゃうな。あ、ちょっとピンチか。こいつ高橋だな。すぐ高橋来るから。高橋を後ろから羽交い締めにしてくれてるのに。ついでに強化していくか。アップして、
足以外を倒したいまず。残り少ないゲージで極み使ってもた。京都出したいんだけどな。あ、また高橋いってもた。裏ゲージもたまったし、歯がいじめしてくれんかな。もう出んか、もう極めるか。あ、来た来た、これが見たかったんだ。カズキとはないかな。ラッシュ、入れてしまう癖があるな。あのムラムラつかみで出んかな。思い出した。あんた道島の組長を殺して無所行った。こりゃ島野の親父に最高の土産ができたわ。ジェイさん、田中のおじいちゃん、シンジ、何やってんだこんなところで。島の組の縄張りじゃねえだろ。あんなにちゃんと当てれるもんなのか。ねえぞ。本当にお久しぶりです。ああ、出世したようだな、シンジ。出世っていうか、キリュウさん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ああ、錦山さんなんです。錦だと。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。どういうことなんだ。兄貴、錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやっさんは心配して、組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。シンジ、おやっさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で三代目の葬儀が。おやっさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ。東上会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。カズキ、言うだけ無駄なんだ。
こういう時のこの人は。まあ弁当買いに行ってもいいけど、あ、また3溜まってる。どれで必殺合わせれるんだったっけな。見てわかるかな。なんか覚えんとダメだったんだよな。やったような気がしてる。それを島の線までに覚えたいんだけど、覚えてないな。全然覚えてねえ。単純に体力増やしとくか。あと所持品、まあ結構拾えるしな。まあ、そしたら行くか。10年ぶりのシャバだったのに早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんて。どんな褒め方だ。バカ言え。俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ。喧嘩なんて本当に久々だ。本当ですか？久々だけどもう何戦目なんだ。喧嘩売られたりしてたんじゃないですか？最初のうちはな。だが挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしちまった。おかげで模範囚になり10年で仮出所だ。あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロとは。まあそんなところも兄貴らしいですね。全然おかわりなくて安心しましたよ。変わってないか。あれ、どうかしました？実はここに来る前、ある男から俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな。自分でも技の衰えを実感していたところだったんだ。そうですか。でも兄貴のことです。すぐに昔の感覚を思い出して10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよ。だといいんだがな。それで葬儀会場の件ですが、登場会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。正直何が起こるかわからないですから、できるだけの準備はしておいた方がいいですよ。もう準備はできましたか？行くかね。わかりました。じゃあ少し明日のことを打ち合わせましょう。なぜかこのセーブ中ですが2回出てくるという謎。本当ですか、柏木さん？何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でも
まさか錦山組をモスに至るまではちゃんと頑張ってたんだよな。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろう。うちから腕利きのやつを何人か出すから。この制度本当にあるんかな。しのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。自分で集めるもんじゃねえの。なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親父さんが。親父もそれだけお前には期待してるってことだ。それに桐生のこともある。え、桐生は作家好きもらうとかどうとか簡単に個人でやれんのかな。いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。なんかヤクザはマフィアと違ってなんか警察にまで構成員の数とか報告するらしいんだけど、どんなことなってるんだろうな。親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の。そうだ、戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。まあ、けど今日からこの人ヤクザの組になりましたとか言いに行くとはちょっと思えんから、義務的に提出させられるんかな。お親父すんません。それでそいつはほんまにあいつやったんか。へえ、間違いありまへん。そうか、桐生帰ってきよったか。なあ、桐生は相変わらずごっついやつやったんか。ええ、そりゃもう。そうかそうか、ご苦労やったの。この血のかすれ方とかリアルだな。いてーご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。怖えいいですか兄貴、これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやっさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ、そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。葬儀にサングラスってな、ヤクザの葬儀はありなんだろうか。もうけど目が悪くてメガネにどうじゃないスモーク入れてる人はおるかもしらんけどな。本日はお忙しいところ誠にありがとうございます。こちらにお名前をご記入ください。名前を書くのか。これでいいのか。はい、ありがとうございます。すいませんが、どちらの組の方でしょうか。昔
堂島組にいた。そうなんですか。堂島の親父も10年前に桐生っていう男に殺されちまいましたからね。で、今度は世良会長も死んでしまうなんて。私は誰かが裏で糸引いてるんじゃないかって思ってるんですけどね。まもなく告別式が始まるので会場内でお待ちください。これ選択間違えたら追い出されるという、追い出されるだけですもんって、なんかちょっとどうなんだって思うけど、まあ、そこはゲームだからな。ああ、後で絶対に始末書を書かされるな。あ、いや、葬儀のバイトでここに来てるんですが、喪書をどっかに落としてしまって、あれがないと裏口に入れないんですよ。はあ、どうしよう。確か外の受付の近くで落としたみたいなんだけどな。気のせいだったか、何かがキラリとしたかなと思ったんだけど。これか。お、あ、それ私がなくした紋章、見つけてくれたんですね。ありがとうございます。もう一回中入るんだっけか。そうだな。で、これか。しかしマネージャー、喪章は探し出したじゃないですか。そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの喪章は大事だと言っただろう、君。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。あ？何回もならちょっとしょうないよな。わかりましたよ。こんな仕事こっちからやめてやりますよ。逆ギレアルバイター。あ、おい、こっちだっけな。今のでやってたか。喋らなあかんかったか。あ、さっき喪章を探してくれた人ですね。ありがとうございました。何やら上司と揉めていたようだが。見てたんですか。実は喪章をなくしたことがバレちゃいまして、減給とか処分されそうだったんでこっちからやめちゃいました。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。せっかく探してもらった喪章ですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もう私には関係ないですから。じゃあ私はこれで帰ります。ピカットタワイ、あれ、ポケットティッシュだった。これでここか。で、体力どうなんだい。前回、おう、葬儀関係者が。そろそろ葬儀が始まるから準備してくれ。
ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合龍が如くといえば東城会と近江連合だよな。正面から堂々とあの堂島の桐生は。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。あれスウェイが入らんかったな。よいしょ、あれどうもスウェイが遅いか。避けるより残した方が早いか。うちのあのボス戦苦労しそうだな。あいつに関してはもうこれで終わりか。シンジ、実は今ここに来る前に襲われた。え？近江連合のやつにだ。どうも錦が指示してるらしい。まさか。だって錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。お前も用心しろ。分かったな。はい、とにかく風間のおやっさんのところへ。入ってもないか。おっと兄貴。兄貴、ついてきてください。アイテム、アイテム。葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか。何せ登場会の…くそ、まだ無理か。今回はおとなしくついていった方がいいか。兄貴、こっちです。アイテム探しはあの地か。そういえば最近は葬式あげるのも一苦労だって上の人間が愚痴ってました。兄貴が勤めに行ってる10年間で法律が厳しくなったんですよ。おかげで仇との付き合いも難しくなって、今時組葬なんてどこの葬儀屋もビビって受けたがりません。まあそんなご時世でこれだけでかい葬式あげられるってのはまだまだ登場会の力が衰えてないって証拠ですけどね。兄貴、到着しました。この部屋でしばらくお待ちください。今風間のおやっさんを呼んできます。簡単チュートリアルがあるんじゃなかったっけ。これこれ主観モードの。ちょっと5枚多いよな。いや、飛ばすんじゃなかった。わからんぞ。主観モード、これか。小物の、小物界の大物。で、ふとし。
て、まだちょっとチンピラ臭ちょっと残ってる錦。悪い顔なってるぜ。おやっさん。セラ会長、男前すぎるな、これ。いいよ。さすが。男前俳優を、モデルにしてるだけある。カズマ、おやすさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやすさんは何？刑務所に入ってる人に何かできるんかな？変わんねえな、お前だけは。おやすさん、せいぜい手紙ぐらい？登場会は。それに、錦は。あったのか、あいつに。差し入れとかってあれ、留置所の話で刑務所多分無理だよな。すっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓をなくしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。妹死んでるんだよな。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやすさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。弓のことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、弓は。おやすさん、風間のおじき、てめえ、お前、おやすさん喋れるの？キリュウ、キリュウ、ふたし、なんやお前、堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ、島の、おお、お前ら、絶対に生きて返すんやないで。まあなあ、この状況でまずボコボコにされた後、まあ話聞かされる、聞いてくれるなら聞いてくれるかもしらんけど、なんぞ絶対ボコボコにされるやろうからな。腕組み、腕組み落とし、あれやっぱこの振り抜くまでが長いよな。振り抜いたら強いけど。おとなしゅう往生せいや、キリュウ。カズマ死んでるんちゃうか。逃げろ。これ2回だろ。ユミを、100億を頼む。行け。まあ2回ぐらいなら頑丈な人間なら死にはせんけど、怪我は絶対してる。
アイテムないか。この辺怪しいよな。当たった。これ越えれんの？越えれんか。うるさいな。ラッシュの人数稼ぎしとくか。ラッシュが面白い時もあるけど、とりあえず一発一発が軽いからな。ドスで突っ込んできとるやつおる。偶然今ええ感じに避けたな。ハマちゃん、木刀の突き痛いな。箱にアイテム見えるぞ。